enjoy Japan Kansai dialect. いい、具合しい、ファンやん。Please remember this phrase. 関西弁、これ覚えとき。はい、ハロー、大家好。こんにちは、こんばんは。で、今回の関西弁は、ボンさんがへをこいた。ボンさんがへをこいた。これは、関東圏や全国的にだるまさんが転んだという遊びなんですが、これ世界各国にもこの遊びがあって、アメリカでは、Red light, green light. イギリスでは、Grandmother's footsteps. 中国では、ウォーメン同士もう通れん。という遊びみたいです。YouTube 上で中国人の子供たちが遊んでいる、ウォーメン同士もう通れんというゲームを見たら、ちょっと違うかなと思ったんですけど、このゲームみたいな動画では、日本の遊び方とほぼ同じでした。で、関西バージョンが、なぜ、ボンさんがへをこいた、お坊さんがおならをした、になるのかが、ちょっとよくわかってないんですけど、もっとひどいのが、京都でした。え、京都では、ボンさんがへをこいたはまで一緒なんですけど、その後に、匂いだら臭かったと。なんで匂うんや。匂ったら臭かった。この正しい発音を私わからなかったんですけど、京都市南区出身の友達にもらいました。お聞きください。ボンさんがへをこいた、匂いだら臭かった。小学校5年の時、京都の学校に転校したのですが、匂いだら臭かったは知りませんでした。臭いに決まってるやん。だるまさんが転んだに相当するボンさんがへをこいた。これ、地域によってまた別の言い方があるかもしれません。福岡とかも、ほんととんでもない言葉って聞きました。これはご自身で調べていただくと良いかと思います。それでは発音いきましょうか。ボンさんがへをこいた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 。See you later. Zai-chan. Mata ne. Hona, mata.